薩摩タイガー君、こんばんは。私たちは薩摩町消防団女性部です。突然だけど薩摩タイガー君、消火器ってどう使うか知ってるかな？違うよ、薩摩タイガー君。危ないから絶対にやめてね。もしもの時のために正しい使い方を覚えよう。まず火事を見つけたら消火器を使う前に大きな声で周りの人に火事だと伝えましょう。火事だ！火事だ！消火器はまず黄色の安全ピンを引き抜きます。次にホースの先を持って外します。ここで薩摩タイガー君に問題。ホースをどこに向けたらいいかわかるかな？ホースの先は火元に向けて構えましょう。危ないので近づきすぎないようにしましょう。最後にレバーを強く握ると火を消す粉が出ます。距離は約5メートル、時間は15秒ほど出るので出なくなるまで放射しましょう。でも天井に燃え移った時は無理をしないですぐ避難してね。薩摩タイガー君、分かったかな？最後に薩摩町では消防団員を募集しています。興味のある方は薩摩町消防本部へご連絡ください。待ってます。火事だー！火事だー！